スティーブ・イエンクナーは、ドイツザク修理州リヒテンシュタイン出身の元、オートバイレーサー。主に、ロードレース世界選手権 125cc クラスで活躍した。1989年より、ミニバイクレースを始めたイエンクナーは、アダックミニバイクカップ 125cc のジュニアカップ、ドイツ国内選手権を経て、1997年より、 ロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦を開始した。毎シーズン着実に成績を上げていったイエンクナーは2001年の第7戦ダッチ TT で初表彰台を獲得。翌2002年には全16戦中15戦でポイントを獲得。5戦で3位表彰台に立つ安定度を見せ、キャリアベストとなる年間ランキング5位を記録した。 そして2003年には第7戦ダッチ TT で自身グランプリ唯一となる勝利を遂げた。2005年には 125cc クラスに新たに導入された年齢制限に引っかかったため 250cc クラスに活動の場を移した。ベストリザルトは第12戦日本 GEP での12位に止まり年間ランキングは23位に終わった。翌2006年1月。 ヤンクナーはグランプリからの引退を発表した。2006年シーズンはイタリアのファンティックの 250cc マシンの開発ライダーとしてヨーロッパ選手権に参戦した。現在、ヤンクナーはオートバイレース関連のマネージメント会社レイサーフィスの代表としてポケットバイクミニバイクのチームやスクールの運営を手掛ける等後進の育成に努めている。 また2008年からは、ブリジストンのモートジッピー担当現場エンジニアとして、グランプリに復帰を果たした。ちなみに同じ元 125cc ライダーのアズマ、マサオも、同職を務めている。ありがとうございます。